やっほー、元気ですか？元気です。みきは9月に入ったので、ね、今日はなんとこない配信なんですよ。本当に本当になんとこない配信で、9月に入ったので配信してみました。元気だなと思って。通知から来ました。こんばんは、いらっしゃい。ショールームも X も通知取ってるよって。レインボースターが飛んできた。こんばんは。なんとこないって言わない？言っちゃう。久々に見れて嬉しい。元気にしてましたか？元気にしてた？こんばんは。今日さ、あれ、なんかめっちゃ雨降ってなかった？一瞬大阪さ、警報鳴ったんだけど大丈夫でした？主権です、主権さん。主権の方はどこから見てくださったんやろ、私の。雷鳴ってたよね。でもさ、一瞬もピョーンって通り越していきました。ありがとう、リアメっていうらしい。やっほー。ね、一時すごい雨でしたよね。でもさ、割とさ10分もないくらいだったよね。10分もないくらいの。配信をする。そしてその配信はあのね、ディアーズルームで配信するので、ファンクラブ入ってくださってる方は見に来てください。今日ありがとう、かわいいハートスタンプ。見に来てね。この配信終わったらすぐします。ちょうどみきちゃんのポストが出たので来ました。おー、嬉しい。あやねちゃん絶対行きます。夜の方がやっぱ来やすいですか？来てもらいやすいんかな。見やすいってこと？今何時だ？あ、もうこんな時間なんや。なるほどね。皆さんお仕事終わりとかかな。まだお仕事終わってない？何時まで配信するの？何時までしようかな。何時までしよう、決めてなかった。今日は普通に配信してて11時45分だって。こんばんは。今始まったとこです。いつも始まったばっかと言いたいけど、もう今週のね、日曜日で半ば中旬だよね。早すぎ。早い。1ヶ月って長いようで早いね。早いし、夏休みの時とかもすごく早く感じた。学校さ行っててさ、なんかすごい1ヶ月長いけどね。でも夏休みの1ヶ月ってあっという間じゃない？8月の1ヶ月もあると思いきや、あっという間なんですよ。
あ、くまちゃん飛んできた。猫パンチさんから水色の可愛いくまちゃんが飛んできました。ありがとうございます。嬉しい。猫パンチさん、クマタワーが立ったわ。ありがとうございます。パチ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 、ありがとう。嬉しい。しかも可愛い。なんか涼しげ。すごい。水色って涼しい。見てて。可愛い。王冠もついてる。クリスタルクマタワーっていうの？名前も可愛いじゃん。やばい。へえ。そうなんや。嬉しい。クリスタルってすごいの？やっぱ。みゆきちゃんの時間はゆっくり流れてると思った。ゆっくりも流れるし、早い子も流れるんだわ。こんばんは。あ、水色のペンライト。ちなみにね、みゆきはピンク、薄いピンクと濃いピンクの2本なんですけど、水色も好きだよ。かわいいよね。何してるの？みんなは。みんなは何してるの？レインボースターまた飛んできた。イエーイ、やったー。あ、ピンクのセレサイリウムじゃない、ペンライト。フロンティアカラー、確かにフロンティアカラー。全日程3部購入してたが、メイキさんの時だけお仕事で不参加。そうなんだ。こんばんは。何してるの？みんなは。何してるんですか？暑いですね、まだまだ。でもね、なんか日がさ、やっぱ落ちるのが早くなったのかな。多分冬に向けてだから早くなったと思うんだけど、なんかね、夜なんかぼーっとするの好きなんていうかな、なんかすごいいいんですよ。おすすめ。お家でゆっくりしてる？午前中というか、明るいうちはやっぱ活発に行動したいけど、夜はなんかなんだろうな、涼んだりというか、でもなんだろうね、すごい夜めっちゃ好き。春夏秋冬の変化に敏感。そう、そうなんです。気づいてくれた、嬉しい。そうなんです、嬉しい。変わり目とかなんかね、なんかすぐ分かっちゃうかも。景色をさ、まず見るのが好きだからさ、だからね、35度超えてる日が少なくなってきたね。そうなんだ。35度、夏は溶けてるもんね。そうなんです。暑くて溶けそうって、あのかき氷のさ、気持ちがめっちゃわからないですか？なんか本当に暑いと溶けちゃうじゃないですか。なんかすごくわかる。暑ければ暑いほど溶けるのってめっちゃすぐなんですけど、氷とか
毎日暑いけど大好きな12月へ向かってるのは確かだね。ほんとね、そうだね。カレンダーとかさ、めくったりする？カレンダーめくったりするっていうか、なんか見るともう9月じゃん。でもあと3ヶ月しかないじゃん。めっちゃ早くない？マジでめっちゃ早いんだけど。なんか去年の今頃はこれしてたなとか、あれしてたなとか、すごくなんていうかな、思うんだけど毎年。なんかそう、なんかね、本当にすごいなって。うん、そうよ。一昨日ぐらいに明け止め行ったって感じする。なんかりなっちと LINE してて、毎日連絡取ってるんだけど、でね、今日話してた時に、あの私たちがハマってるものがあって、それ今もハマってるんだけど、もう特にね、なんかハマってた時期があったのよ。でそれがあの約3年前だったらしくて、でやばすぎみたいな感じで今日喋ってて、なんかさ、コロナ禍で3年というか4年わかんないけど、3年っていうのが本当に早すぎて、そこからなんかね、すごい狂ってきたんだよね、自分の中でも。やばすぎる。タピオカじゃないの。タピオカだったら言うよ、言うよ言うよ、言っちゃうよ、だって。ユーミンのキャッチフレーズ違う、食べ物じゃない。こんばんは。でもさ、これ言ったっけ、あのこの間、あのね、じゃタピオカの話で言うと、ミキがめっちゃ好きなタピオカ屋さんがあったんだけど、それが関東にしかなくて、関東が初めて、関東が初めてというか、名古屋に最初できたのかな。それでその後に関西、大阪にできたんだけど、そのタピオカ屋さんが閉店しちゃって、でも関東はまだあるんですよ。でこの前ね、行った時にあのそのタピオカ屋さんがまだあって、飲んじゃった。さすがに飲んじゃった。もうね、あのそこの系列店が京都にもあったんやけど、その京都もねなくなっちゃって、その味関西では飲めないんやけど、関東で飲めたから、なんかあのもう懐かしみました、すごく。でもさ、そう思う時に限ってさ、なんて言うんだろう、すぐ飲んじゃうから、めっちゃ一瞬なの。こんなでっかいサイズ、こんなでっかいサイズ買ったのに、もう一瞬でなくなっちゃった。そうなんだよ、本当に。しかもなんかいろいろトッピングして、ミーキは絶対にあのムースボーム好きなんですけど、それを入れるんですよ。であのヌースフォームもトッピングするし、タピオカももともと入ってないとこだからタピオカも追加するじゃん。であのあるところはね、ナタデココとかトッピングできるので、それもトッピングしちゃって、もうフルコースでそのタピオカ、しかも一番でかいサイズにして楽しいんだけど、マジであっという間だった。本当に2個買えばよかったって思ったもん。そのくらいよ。
久しぶりにタピオカ飲んだらめっちゃ美味しかった、うん、そこのタピオカ屋さんのそのドリンクもタピオカも美味しいの。だからもう絶対美味しいの。その美味しいと美味しいが合わさったら美味しくないわけないじゃんって感じで、また行ったら飲みたいと思います。そこしかもう飲めないの。さてどこでしょう。そう、なんか流行りがさ、いっぱい今さ、またマラサダとかアサイーボールとかさ来てるじゃん。そうなんですよ、ハワイブームなのかな。アサイースムージーとかね、アサイーボールはもちろんだけど、そうまたさタピオカブームが来る時が来るかもしれないよね。確かに店名は難題あのね、でもどっかでラジオとかで行ったことがあるかもしれない。懐かしい、私タピオカの部長なんだ。あげやって、あげストップ、あげあげ。食べたことある皆さんは。アサイーボール、なんかもうアサイーを食べたのは最初に、それこそさもう最初のブームの前からあのだった気がするから、本当に12年くらい前じゃないかなって思う。そんなわけないか、でも10年くらい前だよ絶対最初食べたのに。どこのだっけ、あのさ、あのね、なんだっけ、めっちゃ美味しいアサイーボール屋さんがあって、今もあるのかな、広尾にあった、東京の。うん、あとなんかいろいろ美味しかったんだけどな、アイランドヴィンテージカフェだっけ、そんな感じの名前のとことか美味しかったし、そうだよね、やっぱ10年弱くらい前だよね。そう合ってた名前、アイランドヴィンテージみたいな。でもそこは多分原宿表参道かなにあって、なんかねもう一個違うとこの名前で、広尾にあるところが差し入れでもらったんだけど、めっちゃ美味しかったの。でも名前忘れちゃった。なんか鈴懸で音楽番組に出た時に差し入れでもらった、超美味しかったの。なんかそのアサイーボールがスムージーみたいな感じになってて、でボールなんだけど、あのシャリシャリでまだ溶けてなかったの。そうなんだ、渋谷の青山劇場の近くにその店があったの。へえ、検索してみよう後で。ボンティーカフェ、でもちょっとあの見てみないとわかんないなんかさ、こんなね、こうじゃん。アサイーボールってどっちかっていうと、ミーキの知ってるアサイーボールもこんな感じだもんね。でも縦だったの入れ物が、記憶が正しかったら。そこだった、もっちゃむじゃないんだ。そう、マラサダ、ハワイのなんちゃら今もブームだよね。珍しいよね、縦だったの。だからさ、スプーン、長いスプーンでさこうやって食べるんだけど、もうめ
めっちゃ美味しかったの、本当に美味しくてもう忘れられない、マジで。疲労だって。あと何があるんだろう。パンケーキが美味しそうだった。パンケーキはね、あのあれじゃん、エッグスンシングスのこんなホイップクリームが乗ってるの。食べたくなってきちゃった、甘いもの。甘いものめっちゃ食べたくなってきちゃった。すごい、初訪問の方がたくさん見てくれてる。フォローもしてくれたの。これミーキにしか見れてないんだって。はーい。あなたと本人にしか、あなたと本人のみ表示されてますだって。なんか関東のおすすめはありますか？関東のおすすめ。関西は何が流行ってるんだろうな。なんだろう。なんかさ、TikTok とかさ、見てたらさ、結構流れてくるじゃん、おすすめで。で、それでね、なんか、ずっと見てたら、結構、なんかその地域のおすすめとかがすごい流れてくる。初めましての方いっぱい見に来てくれてるんですね。本当に初めましての方いっぱい見てくれてる。こんばんは。初見ってね、たくさん書いてる。嬉しい。はじめまして。すごい、今日めっちゃ多い、初めての方が。この時間見てくださいやすいのかな、見てくださいやすいのかな。絶対日本語おかしいと思う今の。見てくださりやすいのかな、合ってる。あ、ブルーシールね。ブルーシール美味しいよね。なんか、なんだろう。いっぱい店舗ができてきたじゃん。関西にもだし。だけど、絶対に沖縄で食べたいっていう、わかる？すごい。わかる。でもね、クレープも好きなんですよ。特にアイスが乗ってるクレープが好きで、なんならもうほんとね、何のものでもフルが好きなんですよ私。もう全のせが好き、選べなくて。だからアイス乗っててほしいし、いちごも乗っててほしいし、ミルフィーユとかも乗っててほしいし、なんかケーキ、チーズケーキみたいなもの乗っててほしいしみたいな。一度でたくさん。そんな感じがいい。たまにね、毎回は飽きちゃうかもだけど、マシマシいただきました。欲張り、そうよ、欲張りなんだ私。だからなんか、そう、盛りだくさん。わかる？マシマシ。でもさ、いやでもさ、なんかそのあれすごいよね、その TikTok で言うと、なんかラーメン屋さんでめっちゃさ、
めっちゃなんかでっかいラーメンがあって一回しか流れてきてないんだけど、でなんかなんだろう、めっちゃでっかいラーメンをなんかトッピングめっちゃするんだって。あれは多分私食べれないと思う絶対。なんかね、普通のラーメンもそんなラーメン好きなのになんかね最後まで食べれないんですよ、量が多くて。ラーメン好きだよ、ラーメン。絶対無理、それ無理。でも男性の方とかめっちゃ好きそうだなって思った、なんか画像を見てて、画像とか動画見てて。そうなんや。ラーメン好きですか？すごい。なんかもう3日間くらいお腹いっぱいの気分になりそう、そのラーメン。こんばんは。じゃあそろそろ終わろうかな。なんだっけ、あれリアルブームの方に移動しようかなって思います。なのでファンクラブ入ってくださってる方は見に来てください。待ってます。来てね。じゃあランキング読むね。13位ソフトテニスさん、12位ユウさん、11位トシボーさん、10位さくらさくさん、9位ちさちゃん、8位たーちゃん、7位りーさん、6位黒豚さん、5位まさよしさん、4位こうさくさん、3位たきさん、4位こうさくさん、2位ファンまつりさん。今4と3逆に言っちゃったかな。1位は猫パンチさんでした。ありがとうございます。猫パンチさん、クマタワーありがとう。めっちゃ可愛い、これクリスタルクマちゃん。消えちゃうの寂しいけど、切ったら消えちゃうから。でも久しぶりにまた皆さんとお話できて楽しかったです。では暑い夏も最後まで乗り切りましょう。秋に向かってるからね。ではでは、また2000人の方に見ていただきました、ゲリラ配信なのにありがとうございます。ではファンクラブの方でお待ちしてます。バイバーイ、またねー。